ホワイトオークは日本の赤石市に位置する酒造会社江ヶ島酒造が生産しているウイスキーの銘柄である。2015年7月現在、この銘柄における生産の中心となっているのはモルトウイスキーで容器の違いを除けば5つの商品が発売されているが、そのうちホワイトオークシングルモルト赤石がシングルモルトウイスキーで、それ以外はブレンディッドである。 映画島酒造は1919 19年にウイスキー製造免許を取得したが、これはサントリーの山崎蒸留所が設立された1924年よりも早い。しかし、これが日本初のウイスキー製造を示すものかどうかは議論がある。映画島酒造のウイスキーはチウイスキーの名称を受け継いでおり、また日本で最も海に近い蒸留所でもある。 映画島酒造は1888年に設立されたが、ウイスキーの製造免許を取ったのは1919 19年である。しかし、当時映画島酒造はポットスチルが存在しておらず、どうやってウイスキーを製造していたのかは不明である。ウイスキーではないものを製造していたか、国外のウイスキーの詰め替えを行っていた可能性もある。映画島酒造自体も自身が 日本最古のウイスキー蒸留所であるという主張はしていない。その後、ポットスチルが導入され、1981年には蒸留所の施設を一新し、1984年には現在まで使用されるポットスチル等を揃える新しい蒸留所が竣工した。映画島酒造は安価なウイスキーを中心に生産を続けてきたが、2007年に 初めてのシングルモルトウイスキーであるアカシ,シングルモルト8年を発売し評価を得た。スコットランドの様式を取り入れた蒸留所でモルト原種に飲みこだわったウイスキー作りを行っている。大麦麦芽をイギリスから取り寄せ、水は地下水を使用している。ウイスキーの蒸留は日本酒と焼酎の製造が終わった6.7月のみに日本酒を作った当時の手によって行われる。 その名の通り、オークソンにて熟成されるが、ホワイトオークシングルモルトアカシについては、アメリカンオークシェリーソンとバーボンソンが使用されている。映画島酒造の通販サイトでは、ホワイトオークシングルモルトアカシについて、スイートでウッディーな香りと、ミディアムライト、上品でスパイシー、わずかにピーティーな味を持つと表現されている。ウイスキーライターのクリス・バンティングは、 ホワイトオークシングルモルト赤シについて、バンと青リンゴの穏やかな香り、口に含むとまろやかで甘い飲み口。かすかにリコリスの風味がし、後味がとてもスッキリとしている。と評価している。バンティングは食中種としてホワイトオークシングルモルト赤シを評価しており、赤シの魚の棚商店街で購入したつまみの中では砂糖の風味の強いものは合わないが、 海苔と薄く削ったパルメザンチーズを合わせたものや穴子の塩焼きはとても合うと評価している。ホワイトオークチュウイスキー赤市2015年7月時点でのラインナップは以下の通り。シングルモルト赤シバーボンバレル3年、ホワイトオークシングルモルト赤シ以外はブレンディット。上から下に行くにつれ価格帯は安くなる。この他、ホワイトオークシングルモルト赤市14年、 ホワイトオークシングルモルト明石15年が限定品として発売されていた。ありがとうございます。